まるで子を産む父親の姿のように。落とせ！私は何を望んでるの。彼の勝利、バキの勝利、それとも簡単に振りほどきやがった。やっぱりすげえ。地上最強って半端じゃない。エンドルフィンだ。俺の2倍、いや4倍は強い。貴様らに一言言っておく。俺は今心底幸福だ。俺に憧れるだけだったあの鼻垂れ小僧が今こうして遠慮ない攻撃を俺に仕掛けている。その速さ、重さ、リズム、どれもが近代格闘技一流の水準に達している。タイミングもいい。バキの攻撃をまるで赤ん坊をじゃれつかせるように楽しんでいる。君たちが育てたのだ。礼を言う。君たちなら知ってるだろう、強い男には匂いがある。匂い？世界中探したってこれだけの匂いにはそうそう出会えるもんじゃない。俺の好きな香りだ。なあエミ、もうよそうや。今日食っちまおうぜ。あの人喜んでる。あんなにも嬉しそうに。ほんのつまみ食いのつもりだったんだけどよ。笑わなきゃ。こうまで美味しいとよ。バキ。涙。お父さんを喜ばせなさい。喜ばせてやるさ、あんたをな。食うぜ。くらった。戦ってんじゃん。
いい反応だ、バキ。今の攻撃、動きが完全に消えていた。まるで EI の理想形のように。ジャブより早い。コンマ2秒ばかり。夢を見ていたようだな。一流同士の戦いはそのゼロコンマの奪い合いとなる。つまりお前は地面に激突した後、二度も俺に殺されたわけだ。あの構え、親父の本気の構えだ。なんだ、目閉じやがった。やる気か、私に仕掛けたあの技を。さっさと来い。お前は回転蹴りをカウンターに取るか。終わったな。勝負ありだ。だからどうしようもない。殺す気か。あのままではお坊ちゃまが。奥様、あれが半馬裕次郎よ。一度戦いの火蓋を切ったら、たとえ我が子でも容赦しない。喧嘩を終わらせる権利があるのは戦いの勝利者のみ。ユリーさんもご承知のはずでしょう。あれが裕次郎、あんなに夢中。奥さん、私の勝ちよ。でももし俺があいつを倒したら、そしたら俺のことを愛してくれますか。俺のこと愛して。バカな。あいつにやる分のほんの少しでいい。どうか。バカみたい。